あ、綺麗って思ったあの感動を返していただきたい。ほい。ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。じゃあ、とりあえずルーラーで、ネオンパークじゃない、センタービル地下1階。シュンと。これでラストやね。エネルギーを消費してマップラディスクを使い異世界で冒険されますか。ほい。で、ディスクを作成。震える風の空人討伐の、お、なんかかっこよくね。はい、レベル設定が50ぐらいでやっていこう。はい、ディスク作成。よろしいです。時空の裂け目を探し、魔界ファイターを持っているマスターを倒しましょう。マスターを倒すん。へえ。時空の裂け目。ディスクを使用。で、フレール風の空人討伐のマップ。クエストに挑戦する。ほい。時空の裂け目を探し、魔界ファイターを持っているマスターを倒しましょう。クエストスタート。これは見えるんかな。あるやん、あっこ。なるほど。ちゃんとわかるわけだ。じゃあ、とりあえず空を飛んでいこうか。てか、めっちゃのんきな音楽。この場所やけにしょうがないんかもしれんけれども。めっちゃのんきな音楽なり得る。なぜ背後にいたんだから気づくなよ。振り向くなし。どこだ、こっちだね。これって何箇所もあるわけ？時空の裂け目。それとも一回一回取るごとになんか場所が変わるとかそういう感じ？ちょっとよくわからんけど。とりあえずなんか、どこだ？こっち？こっち。こっちだぞ。下？どの辺に？方向的に言うと、こっち。あ、あれだ。時空の裂け目。ちょっと君邪魔だよ。なんかどこに置いても、空飛ぶモンスターがすごく邪魔だ。すごく邪魔だ。まあそんなことを言ってもしょうがないのだけれども。ね。もう一気にやっつけちゃえよ。自己スパーク。それじゃあ、やっつけれた。よかった。思ったより弱かった。ほい、じゃあ、ここの時空の裂け目。はい。時空の裂け目が広がっている。こことは別の空間に繋がっているようだ。時空の裂け目に入ってみますか。ほい。おう、来た。時空の裂け目に入った。どうやら時空を越えてやってきたモンスターマスターがいるようだ。びっくりした。誰？これ？めっちゃのちょうら族なんだけど。マスターのちょうらかっちょいいね。旅のモンスターマスターが2人。出会ったら勝負するのが当然っちょ。いざ尋常に勝負。ちょって、かわいい。さあ、来るがいいっちょ。人型なんかと思ったらのちょうらかーい。とりあえず、頑張って倒そう。あ、もしかしてさ、何匹っていうか、何人もおるとかじゃなくって、この1人だけってこと？討伐。あ、そっか。相当ってなったら、何体になるけど、討伐ってなったら決まったこいつだけってなるんかな。やとしたら超楽勝じゃね？頑張れー。さすがにここのは一発では倒せん感じかな、みんな。いや、でもレベル50は変わらんねよね。モンスターマスターになると違うんかな。あ、相手もライドしとんやね。なるほど。さあ、じわじわとやっつけていくよ。これ絶対やっつけれるやろ。へい、あと1匹。もう、あなたがライドしてるモンスターだけだよ。いや、ヒヤヒヤしてるでしょう。っていう意地悪なやつ。もうね、オルゴデミーラが本気を出せば、サクッとやっちゃうんだけど、みんななんかじわじわとやりたいようで。お、相手のモンスターが落下したっていうか勝ったからね。不思議な階層を手に入れた。無念。だが負けて悔いなしっちょ。この借りはいつか必ず返すっちょ。おー、クエストクリア。やったね。超楽勝じゃん。撃破ラウンド数とかが関係してくるんか。まあ、でも S。やったね。結果報酬確率 100%。報酬は穂刈りの指輪です。これより報酬ゲットの抽選を行います。来い。てか絶対来るけど。イェーイ。Gift for you。おめでとうございます。特別なプレゼントをゲットしました。穂刈りの指輪を入手しました。お、震える風の空人討伐のマップのレベルが上がった。レベル50からレベル57。一気に上がったな。またのご利用をお待ちしております。穂刈りの指輪をポイント0にいるアロマに見せに行こう。ってことで、ちょっととりあえず一旦ね、回復してから行こう。エレベーターが動いている。利用しますか。一回。ほい。ということで、こっちだ、こっちだ。うわ。いけなかった。はい、止まります。おや、お疲れのようだっちょ。うちで休んでいかないかっちょ。止まる。ほい、これで万全の状態。起きたかっちょ。ぐっすり眠れば元気も出るってもんだちょ。はい、万全の状態で、ポイント0へ向かいます。ルーラ。そしてこれをまたアロマに見せて、最後のボスだ。よし、ブーン。建物の中をバイクで走るやつ。キキー。うんうん、わかってるって。最後のアクセサリーを持ってきたんでしょ。それじゃ、海干し神の封印を解いてあげるわ。ついてきなさい。やったね、最後だ。これでエナーテが、そこまでの、なんていうん、思い入れとかがあるわけでもないけど。時空の裂け目の封印を解いたわ。これで空の神、穂刈り戦えるわよ。あんたの勝利を祈ってるわ。頑張んなさいよ、アユナ。てか、私個人的に言ってしまえば、いやー、落ちた。個人的に言うなということだね。いつもこの場所がどこだかよくわかんないんだけど、これってさ、時空の裂け目が消えとるってことかな。はい、落ちる。落ちる前に、は、おし、復活。いや、復活はいいんだけどさ、この場所はどこなの一体。あ、ここ？ここを入れって。はい。んで。あ、なるほどね。そういうことね。で、真ん中でしょ？よし。あ、ここの建物の上に行っとったわけや。オッケーオッケー。なんで、個人的に言うと、エナーテよりもアロマの方が可愛い。し、私は好きだ。ここでもやっぱり、あ、これじゃね。新たな特技。この近くに配置されている石碑を調べて、特技イメージチェンジを入手してください。イメージチェンジ？それは特技なの？もはやなんか、普通に、イメチェンができるのか。何？服装チェンジとか？石碑のアクセスを確認。特技イメージチェンジを入手します。ほいほい。どんな技なんやろ？めっちゃ気になるんやけど。イメージチェンジを覚えた。イメチェンは覚えるものではないよ。イメージチェンジはその場で自分の外見を変えられる特技です。冒険中、気分を変えたくなった時に使ってみましょう。ちょっと気になる。それちょっとここで使っていい？特技イメージチェンジ。あ、なるほどね。そういうことだ。そういう感じで変えていくやつね。なるほど。別にこのまんまでいいや。なんか自分、パッて変わってくれるんかと思ったら、自分でいろいろとああいう風な設定をせんて、とりあえず、あれ乗れないんだけど。あれなんかモンスターに乗れなくなったんだけど、なぜ？いや、私のまんまじゃいけないから。あ、乗れた乗れた。びっくりした。めっちゃびっくりしたんやけど。ん？ちょっとトイレ休憩場所がないけど。いいの？行って。なんか今なかった？宝箱。世界中の歯を手に入れた。これはやられるかもしれない予感。時空の裂け目が広がっている。こことは違う空間に繋がっているようだ。時空の裂け目に入ってみますか。ほい。おー、すごい、なんか、かっこいい。え、どういう状態かよくわからない。顔どこ？え、もしかしてあの真ん中の丸いのが顔？いや、かっこよくないわ。ごめん、間違えた。ほほほ、これは珍しい。わらわのもとに人間が訪れるとは。またもやこの穂あかりの命の光、星のかけらを奪いに来たのかや？よいよい、わらわたちは不滅じゃ。奪われたところでまた蘇る。なれど。私もうちょっとなんかさ、不死鳥的な感じかと思ったんやけど。違うね、見た目。ただでくれてやるほどには空の神が命、安くはないつもりぞえ。おお、あの目つぶってるやつが顔でしょ？違うんかな？空の神、穂あかり。あのなんか、微笑みを浮かべて眠りよる感じの、赤ちゃんのような天使の。あの上の部分は何なんやろ？あれが顔？あれは王冠みたいな感じになっとんかな？仕組みがよくわからぬ。お、光滅の国。これはこれで、これ攻撃力や。やべえ、それはやめてくれ。攻撃力を下げるのはやめてくれ。全然下がってないけどな。全然999与えられてるけど。いや、でもそれはさ、周りの2匹はちょっと下げられたら困るよ。オルゴデミーラはだいぶ攻撃力高いからいいんだけどさ、まだ。やばいな。攻撃力、守備力とか賢さとかその辺は、ああ、はいはいはいって感じやけど。あ、でも相手の攻撃力も下がるんよね。ということは、いけるんじゃないの？ね、みんななんか、この場におる全員っていうことをなんか前に書いてくれてたから、テンションが上がりよるな。どうしたどうした。強いやつと戦えて嬉しいとか？ほら、ワクワクしてきたぞ。強いやつと戦えて、みたいな。メドローア。そのさ、メドローアだけでいいんじゃない？もう999ずっと連続で。パッと見綺麗そうやのにな、このモンスター。てか最初なんか、上を見上げる前、は、綺麗って思ったあの感動を返していただきたい。まあでも他の後の2匹に比べたら綺麗かな。取り外し可能。あれは一体何やろ？おお、やっつけてしまった。見えなかった。ほほほ。よくぞわらわに勝ったものよな。約束じゃ。わらわの命の光、持っていきたまれ。命の光とか言われたら持っていきづらいじゃねえか。でも何回でも復活するんやろ？さすが神様。よし、これで最後の1個。スターピースゲットー。空のスターピース？おし。ありがとう、穂あかり。空のスターピースを手に入れた。ポイントゼロに研究室で待っているアロマの元に戻り、このことを報告しよう。ということだ、帰ろう。みんな同じような空間におるんやね、なんか。よいしょ。時空の裂け目から元の世界に戻ります。ほい、そして。ん？この場所は一体どこだ？あ、そっか、ここか。ってことは、ルーラで。はい、ポイントゼロ。シュン。そして、バイクでシュー。まっすぐ走れよ、私。バランス感覚なさすぎやろ。ほい。威嚇。ゲットしたよ。そういえば、アンセスとバーディの出会いは空のスターピースがきっかけなのよね。うん、なんや。穂あかりと戦うため、空中ライルできる相棒をアンセスは求め、バーディを選んだ。まあ、そこで一騒動あったんだけどね。昔のバーディは強面だったから。いや、今もこわもてはこわもてだよ。中身がちょっとおかしいだけで。アンセスの相棒になってからは随分丸くなったのよ。バーディーは丸くなりすぎじゃないかな。男が男に惚れ込むっていうな、私にはちょっとわかんない感覚だけど。まあでもそういうの女同士でもあるんじゃない？かっこいいなって思う男じゃねえわ。女の人とかっておるやん、やっぱり。姉御肌の人とか。ともかく、あの二人の大活躍によって、空のスターピースも入手できたってわけよ。いいね、一回一回なんか昔の話が聞けるっていうのが。さあ、これで完成。エナーテが無事に帰ってくる。オッケー、問題なし。空のスターピースの組み込み完了よ。エナーテは分かっとるってことよね。ルキアがアロマやったってことは、すでに死んどって。もし知らんかったら衝撃的すぎよね。復活できたーと思ったらなんか、みたいな。めっちゃ綺麗なんやけど。すごい。よし。うまくいってる。新しいスターシードの完成よ。これでレナートを助け出せる。あの子を助けるのはこれで2回目だわ。人騒がせな。多分覚えてないでしょうけど、レナーテを見つけたのってあんただったのよ。見つけた時、あの子は記憶を失っていた。マザーから切り離されたショックでね。あなたっていうのは、アユナのことね。アンセスではなく、自分が誰なのかさえ忘れていた。でもやがて彼女は思い出した。マザーを正常化するという自分の使命を。ね。それはそれでなんか辛いな。思い出したくないよね。そしてそれをした時から、私たちレジスタンスの戦いは始まったのよ。思い出話はまた今度にしましょう。まずはレナーテを助けないとね。コアであの子が待っているわ。現地で合流するわよ、アイナ。めっちゃ輝いてる、すげえ。なに大丈夫今の。何かしら不穏な空気があったような気がしたんだけど。じゃあ、とりあえずルーラーで。コア最新部でいいんかな？最新部前。ちょっとよく、いまいちどこかよくわからないけど。不思議な力によってコアの最新部前までいけなかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。